先週金曜日午後3時32分、紋別市にある HTB の情報カメラが異常事態の始まりを捉えていました。信号機は消え、暗闇に包まれた町。紋別市のすべての世帯とその周辺のエリアで大規模停電が起きたのです。紋別市の繁華街です。停電のため明かりは全くなく、人も歩いていません。紋別市中心部のホテル、ろうそくが灯されたロビーで従業員が対応に追われていました。電気が入らないので、3時以降からの予約数値、今日の予約数値が流れてこない状態の中で、宿泊客の予約を管理するパソコンが使えず手書きで対応。客室の水もポンプが止まり出ない状態になりました。紋別市は避難所を開設、道は自衛隊に災害派遣を要請しました。大規模停電はなぜ起きたのか。一夜が明けて現れた光景が、山の中腹部、木と木の間からは鉄塔が根元からですね、ぐにゃりと曲がってしまっているのがわかります。紋別市内にある高さ22メートルの鉄塔が倒壊。北電は別ルートの送電線を復旧させたほか、全道から発電車16台が出動し、最初の停電はおよそ20時間後に解消しました。停電が起きていた土曜日の午前、紋別市内では気温 0.8 度まで低下。市民は冬の寒さをどうしのいでいたのでしょうか。87歳の山田新平さん、胆振東部地震のブラックアウトの経験から、電源を使わない石油ストーブを備えていました。役に立ってます。これなかったらね、どうしよう。孫にはいらないよって言ったんで、もう停電なんかないからなんて言ってたけど、やはりあるもんですね。しかしようやく落ち着きを取り戻そうとしていた昨日朝、紋別市内再び停電しました。こちらの交差点の信号も明かりがついていません。再び紋別市全域とその周辺で大規模停電が起きたのです。別ルートの送電線が遠軽町内の倒木で断線したことが原因でした。再び起きた大規模停電。紋別市内のガソリンスタンドには停電の長期化に備え給油する車の長い行列が。こちらはドラッグストア。水やガスコンロを求める多くの市民が訪れました。そこにある、あの市内回ってここが空いてたんで買いました。早く復旧してくれればいいと思ってます。クリスマスっていうのもありますけど、どうです？そんなのクリスマスなんて関係ないです。長引く停電でスーパーではこんな被害も。冷凍庫の中の氷はだんだんと溶けてきています。従業員の方々、冷凍食品の廃棄作業に追われています。昨日、復旧してから入ってきた商品を、陳列したんですけど、結局また溶けちゃったんで、もう商品なら販売できる、することできないので廃棄という形になります。ちょうどその直後、突然店内に明かりが。何の予告もなくつきました。まあ良かったですね。はい、開店と同時に多くのお客さんが店内へと入っていきます。備えてください。それもある。開いててよかったわ。昨日クリスマスパーティーやろうって言ったんだけど、できなかったから、ケーキとか喜んでくれると思います。こんばんは。こんばんは。この週末2度にわたり起きた大規模停電、合わせておよそ27時間半にも及ぶ停電となりました。そうですね。実は
一度に複数のトラブルが重なる想定外の事態が起きていたことが分かりました。こちらの地図でご説明しましょう。この紋別市の周辺ですが、湧別町側と遠軽町側、2つの送電線のルートがあります。紋別線と紋別東線というものなんですね。23日の金曜日に起きました1回目の大規模停電は、紋別東線では鉄塔が倒壊しました。そして紋別線では倒木がありました。懸命の作業でこの紋別線を復旧させました。およそ20時間ぶりに停電はほぼ解消されたんですね。しかし昨日の朝です、再び紋別線の今度は別の地点、遠軽町内でまた倒木があって、再び大規模停電が起きました。